チャオ、あっちゃんです。寒い。はい。ということでね、鯛をさばいてちゃおう。昨日ね、さばいた、鯛、黒鯛。これをね、炊き込みご飯にしましょう。はい。鯛でまな板汚れないからね、まな板の上にサランラップを引いて。で、ここにね、ここに軽くね、塩しましょう。海のなんでね、これ、粗塩。ちょっと高いところね。で、裏返して、裏側もね。多分、炎ほとんど取れてるはずやねん。いけるはずやねんけどね。でね、焼きます。焼いていきましょう。では、お米をね、精米したらね、精米したらお米洗いましょう。の米とぎ使います。で、水にして軽くね、わーっと水に浸透させます。で、一回浸透したらすぐに乗せます。で、ここでね、10回とぎます。7、8、9、10、もうこれで終わり。ここでガーッて水入れて、で、カシャ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 って混ぜて、で、まっすぐ5回ぐらい混ぜたら捨てます。もう1回ね、ガーッて水入れて、で、10回ぐらいね、ガーッて混ぜて、10回、5回、10回混ぜて捨てます。今回4号なんでね、4回ぐらいやって、はいはい、これでね、4号の線ぴったり、だいたい4号の線ぴったりになったら、ここにね、4号やったら4号分、お酒1号につき大さじ1、お酒を2、3、4で、醤油を4、1、2、3、4で、ザーッと混ぜといてね。
うん、こんな感じ。もうこれでね、OK。ここにね、タイが焼けたら入れて炊くだけです。そうだ、忘れてた。塩昆布。塩昆布を、ね、出汁代わりにちょっと入れます。一つかみ程度ね。皮目がね、綺麗に焼けたら入れます。もうちょっとやってみるな。入れます。これで炊きます。はい、あれ、チヌとね、ヒラメのアラを揚げます。すいませんけど、もうちょっとね、アラを焼いたね。これをちょっとね、水に入れて、お味噌汁の出汁を取ります。横でね、あ、きっとこれ出た。それでちょっと火にかけていきます。チヌの骨結構硬いから、しっかり揚げやんと多分食べられへんと思ったんだけど、食べられるはずです。ヒラメの顔。やれるんです。はい、
あれいいかな。長くあげてもらって、ちょっと置いとこう。
顔もいいかなって、あの中を。弱いなもん、この温度が下がって油が少ないからな。油を足さないと何かな。うわ、めっちゃ美味しい。
多分買ったんからもっともっといっぱいあげなかった。この辺のタコキャラはね、多分そんなにあげやめることない。タイのアラの唐揚げ。塩。OK。これでタイのあら汁。うん、めっちゃタイの旨味が出てる。やばいぐらい美味しい。タイのあら汁のお味噌汁。めっちゃうまい。完璧。ね、ご飯。ガーン。はい、タイの炊き込みご飯できました。じゃこれでね、身を取り出してほぐして、で混ぜて食べましょう。では、タイの身をね、ほぐします。骨がね、ほとんど取ってあるんで。
風邪ひいたかな。さっきからずっとくしゃみ出るしね、鼻がね出るしね。一回焼いてやるからね、香ばしいで美味しいはずです。これでほぐしてね、戻して、混ぜて食べましょう。よいしょ、こんな感じ。みきちゃんにお供えしていきます。はい、できました。メインはね、鯛めし、はい、これがメインです。で、サブに、鯛とヒラメのアラの唐揚げで、鯛のあら汁、あら汁、子供はね、あれです、頭が良くなるようにお目目がある顔、あっちゃんはおかまやからかまです、やかましいわ、はい。で、生コスとチリコンカン、和風チリコンカン、これでね、タンパク質を補えるんで、これで食べたいと思います。